八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、ポップマート、 GC が We are so cute、 イエーイ。 GC がからまたまた新しい動物とコラボの可愛いシリーズが発売されました。今回も公式オンラインショップの方で購入しました。全部で4つ開封していきたいと思います。さあ、まず1個目なんですけれども、こちらジシーガのシリーズですね。以前ね、こちらのジシーガシリーズ別のねシリーズを開けているんですけれども、私その時ずっと名前をチガだと思ってて完全に勘違いしておりました。ジシーガっていうシリーズみたいです、ね、今回は We are so cute ということでね、動物とのコラボレーションになっております。このね、この横向きのね目線がとっても可愛いですね。ラインナップはこんな感じでございます。基本的にね、全部動物やまあカエルもいますけど、生き物とコラボしているジシーガちゃんですね。今回もシークレットが1体で144分の1で当たるみたいです。で、私はねやっぱ猫好きなので、狙うはこのスリーピーキャット、あとまあちょっと猫じゃないんですけど、このウォルフも可愛いなと思っております。まあ表紙にねなってる子なのでね。いやでもね、どの子も可愛くて、このペンギンさんとかは座りポーズだし、ウサギちゃんもね可愛いですよね。いや何が出てもね文句なしかなと思うんですけれども、まずねこの1個目なんですけど、他と比べると若干軽いかな。何回も持ったりしてると重さがね分かんなくなってくるんですよ。あ、でもこれ重いですね。これ重いです。で、これが2番目に重いかな。あ、でもここら辺同じですね。この2つ同じぐらい重いです。で、これが一番軽いですね。よし。まあ、順番的にはね、こういう風に開けていこうと思います。さあ、それでは何が出てくれるか、1個目。いきます。あ、かわいい。これ横側がね、あの多分クマのぬいぐるみのドアップだと思います。すごいボックスもねかわいいですね。いきます。あ、やっぱりちっちゃめですね。これ丸い、フォルムが丸い。そして袋がこの横側見切れてる部分を含めた感じの写真になってますね。すごいかわいいです。クマさんかな。裏も一緒ですね。さあ開けていきましょう。ドキドキ。1個目。すごい体が細い。これ体だと思うんですけど、細いです。いきます。せーの。じゃん！これは？これは？なんか一番ノーマルジシーガちゃんっぽい感じですが、ボードパピーということで、これは退屈なワンちゃんだそうです。全然今犬要素ないですね。付属品がついているのかな？ついてますね。じゃじゃーん！今回耳が離れてきてるみたいです。ラインナップの一番最初の子ですね。かわいい。これめちゃくちゃかわいいですね。あの赤ちゃんとかがねこうプーって引くお馬さんの人形ですけど、これは馬じゃなくて犬かな。タイヤはね動かないですね。動きませんね。この紐もね、あの柔らかいプラスチックでできてますね。で、これが耳かな。そうか、基本ぬいぐるみなのかな。全員着ぐるみ的な感じでしょうか。おお、これね、これね、今までのとちょっと違って、少しねここが出っ張ってるんですよね。なのでね結構入れにくいです。ただ多分抜けにくいとも思います。じゃん、こんな感じでいいんだと思います。ちょっとね耳入りにくいですね。これ動かせるんですけど、角度によってはこの差し込む部分が浮いてきちゃうので、ちょっとね難しい。あとこの耳がねほんのり柔らかいんですよ。なのでつけてる時にすごい曲がっちゃって浮いちゃいますね。まあ、こんな感じでございます。かなり耳が大きめのワンちゃんですね。この靴下がちょっと不満そうな顔で、ジシーガちゃんと同じ顔をしております。このね、ジシーガちゃんのお目目がね、すごい私は好きです。この、ちょっとね、奥まってるっていうか、ちゃんとこう眼球があるような感じの作りになっております。髪の毛がすごいね、綺麗な水色で、ツヤツヤしてますね。で、これをこうやって持たせるのかな？こんな感じでね、持たせることができます。ただちょっとね、こう、斜めっちゃいますね。ちゃんと置いたらいけるのかな？まあ、この紐ね、柔らかいので、頑張って癖づければ地べたについてくれるかなっていう印象ですね。さあ、カードがこちら。あ、裏は可愛いですね。ぬいぐるみかな？イラストが書いてありますね。じゃーん、こんな感じで。カードのジシーガちゃんは写真っぽいですね。ボードパピーということで。つまらないらしい。いいです。このおもちゃ楽しくないのかな。ちょっとねカード折れちゃってますね。悲しい。
さあ続きまして2個目でございます。重さがね違ったのでこれと被ることはないと思うんですけど、ここがね同じ重さなのでちょっと怖いです。ただねオンラインショップで買うと順番で来る可能性があるので、もしかしたら買えるかもしれない、わからないさあ行きます。本当はねショップでね自分で選びたいんですけれども、なかなかね子供連れて行けないのでオンラインでいつも我慢しております。あ、いや、え、触った感じちょっと似てます。まあでもほとんどの子が同じ立ってるポーズではあるので、なんかちょっと似てる気がして怖いですね。いきます。あ、体細い。いきます、せーの、じゃん。うさぎちゃんが来てくれました。かわいいですね。あ、すごい、お尻からクマが生まれております。なにこれ、すごい、めっちゃかわいいですねこれ。しかもなんか髪の毛が、え、これどうなってるの、なんか、え、どういうことなんでしょうね。すごい緑色のものが生まれております、髪の毛からもね。で、頭の上にはまるでドクロのような、多分うさぎだと思うんですけど乗ってますね。すごい傷ついてるこの子も不機嫌そうですね。可愛いけどどうしたって感じですね。このクマがめちゃくちゃ可愛いです。今回はねこの着ぐるみの頭の部分が全部ね髪の毛覆われているので、全体的にマットな感じなんですけど、そっか、これ着ぐるみから髪の毛が飛び出てるんだ、貫通して飛び出ちゃったんだ。なのでこの緑の部分が多分本来のジシーガちゃんの髪の毛ですね。ここだけツルツルしてるんですよ。さっきのねこのブルーの子と同じように髪の毛ツルツルで、この着ぐるみの部分はマット仕様なので同じですね。いやー面白い。え、このウサギはねめっちゃ可愛いです。ここで見るのも可愛かったんですけど、実物はより可愛いですね。これはポッケに手入れてるんだ、可愛い。このちょっとねタポッとした感じとかもすごいよく表現されてますね。お耳結んじゃってます。いやー、これは可愛い。あ、こっちだけ爪がある。こっちはこの謎の足ですもんね。いや、さっきのことね瞳の色も違うので、いやー、これはピンクとブルーで可愛いですね。今回色合いもなんかちょっとパステルチックで可愛いです。この子は付属品はついてないですね。カードはこちらになります。可愛い。裏は一緒ですね。いや、このウサギが思ってた以上に可愛くて今びっくりしております。さあもうあと2つになってしまいました。こっち、これがね一番重かったんですよ。うん、一番重いですね。まあ、若干なんですけど一番重いかな。いや、そっか、じゃあこれかな。ここから始まったんですけど、だいたいオンラインって並びで来るので、こう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 かこうなんじゃないかなと予測しております。まあ、被らないことは大前提で。さあ行きます。いや、招き猫がね、来てほしいんですけどね、ちょっと難しいかな。お、これは大きいです。なんか大きい大きい。大きいし、分厚い。ってことはちょっと座ってるかもしれない。行きますよー。せーの。じゃん！あ、え、あ、全然思ってたのと違った。座ってもなかった。すごい、なんかあのディズニーのオズワルドでしたっけ、あのミッキーの元祖みたいな、あれに似てますね。すごい、角になんか書いてあります。これなんだろう、手作りなのかな、貼ってありますねえ、これは何の動物なんだ。タイトルがドリームメイドオブペーパーって書いてあるので、え、本当にオズワルドなのかな本当にオズワルドなのかもしれないですね。すごい、今回は足がスリッパになっております。めっちゃ可愛い。このお目目隠してるのも珍しいですね。可愛いな。でもこう手袋トゲトゲしてますね。このね髪の毛の色すごい可愛いです。ミルクティー色っていうか、すごいね可愛い。で、全体的にツルツルしてるのでね、ちょっと映り込んでしまいそうなぐらい黒なのでね、ちょっと撮影が怖いんですが、とても可愛い。これはなんか大人っぽいですね。ビコーズとかビロングとか、なんか接続詞がちょいちょい書いてある感じで、なんかのエッセイ書いた紙なのかな丸めて角にしてるっぽいですね。めっちゃ可愛いです。いや、可愛い。手がギリギリ額にくっついてるのでね、色移りしないようにこのビニールがついておりました。肌の色も違う？いや、着ぐるみのせいでそう見えるのかな。さあ、カードがこちらでございます。
いやこれだけなんか全然雰囲気違いますね。あれこれ、あ、付属品がついてました。これ何の形なんだろう。台座がねついてたんですけど、これは何の形でしょうかね。影かな。こんな感じで影ですね。これすごい、影がスタンドなんだ。かっこいいですね。なんかより立体感が出た感じがします。さあもうね最後になっちゃったんですけど、いやー招き猫が来てほしいんですけどね。どうかな。さあ最後です。いきます。あ、なんかもう持った感じから今までのとは違う感じがする。飛び出てる、ここ2つなんだろう。いきます。せーの、じゃん。おー、ゾウさんだ。こちらゾウさんだと思います。ジシーガのZ が書いてありますね。すごい、ちょろっとした尻尾が可愛いです。で、お目目がね、半開きです。この表情は初めてかもしれない。眠たいのかな？お耳可愛いですね、おっきい。これ外側はマットの着ぐるみなんですけど、このね、お耳のところだけね、ツルツルしております。あ、髪の毛は茶色ですね。いやー、このね、鼻とか耳のグラデーションもすごい素敵ですね。可愛い。これはでも付属品ついてそうですよね。あ、ついてた。なんか全然持ってなさそうなマスクがついていました。仮面ですよね。すごい。何これ。じゃん、こういうことですね。わ、なんか考えさせられるな。カードがこちら、アラートエレファントということでね。なんか漢字わかんないですけど、不安って書いてありますね。なんだろう、内側に秘めたもやもやした心みたいな感じなんでしょうか。いや全然わかんないな。いやなんか今回のはただ可愛いんじゃなくて、ちょっとこういう考えさせられるやつとか、こういう怪しいやつとかあるんですね。いやすごい好きですね。いや、被らなかったし、どれも本当に可愛い子で大満足なんですけど、やっぱり招き猫すごい欲しいのでね、機会があればリベンジしたいと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。See you!